皆さんの周りには上から目線でいろいろなことをあなたに言ってくる人いないでしょうか。ヴィンテージ世代の元男子絵描きのココです。最後まで見てからで結構ですので、ちょっとでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず皆さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、なんか特定の相手ではなくて、私はどこに行ってもやたら上から目線で物を言われるんですけれども、それって自分にも何かあるのかなみたいな感じで悩んでる方もいると思います。それも半分は正解で半分間違ってるんです。もちろん上から目線で物を言う人が間違ってるんですけれども、上から目線で物を言う人っていうのも誰彼構わず上から目線で物を言う人ももちろんいるんですけれども、多くは相手を見て上から出てるっていう場合があるんですね。もちろんあなたが上から目線にされる筋合いは本当はないんです。ないんですけれども、あなたの中にその上から目線な人の心理を全開にしてしまうようなちょっとした仕草とかそういうのもあるので、それもひっくるめていろいろお話ししていきたいと思います。私も上から目線で物を言われたこともありますし、それで悩んできた経験もあります。上から目線を通り越えて意地悪をされたこともあるので、そういう諸々の対処法とか心構えとか、自分が上から目線をされないようなテクニックもいろいろご紹介していきたいと思います。ココアートチャンネル。まず対処法とか心理もお伝えしていきたいんですけれども、上から目線っていうのはどういう目線だと思いますか？冒頭で私がカメラを上からやったんですけれども、もちろん実際に上からみたいな感じもあるんですけれども、上から目線とはどういう目線なのか、そういうことからちょっと考えていきたいと思います。もうそんなこと言わなくても知ってるよって言われそうなんですけれども、上から目線とはどういう目線なのかというと、何も目線だけじゃないんですよ。もう態度とか言動全てなんですけれども、とにかく高圧的で偉そうでちょっと皮肉が入ってたり、今まで動画でお伝えしてきたこと、いろいろなことをひっくるめて、そういう言動とか行動を上から目線って言うと思うんですね。上から目線というだけあって、とにかく上から目線な人って人を見下してるんですよ。それは本当はその人は別に偉くもなんともないし、会社の上司でもないのに、やたら人を見下す人って世の中にいるじゃないですか。最初にも言ったんですけれども、そういう人っていうのはどんな人をも見下して見てる人ももちろんいるんですけれども、人を選んで見下してるっていうこともあるんですよ。もうそういう人最低なんですけれども、わざとそういう攻撃的な見方をする人もいれば、無意識で人を見下してる人もいるんですね。ココアートチャンネル。それでは大変長らくお待たせいたしました。上から目線で物を言ってくる人、人を見下す人の心理と特徴なんですけれども、まず人を見下す人っていうのは根底に劣等感が眠ってるような気がするんですよ。この眠ってるっていう表現が正しいかどうかわからないんですけれども、心の中の心理の中に何かしらの劣等感があるんですね。私も今まで本当に人から見下された経験が多いので、そういう人を見てると、何かしらコンプレックスとも違う、なんか劣等感のような、何か自分の中にどうにもできないような、そういうものが隠れているような、そういう気がするんですね。とにかくそういう相手っていうのは、油断したらその劣等感か何かしらわからない、そういう何か心の中にある闇が出てきてしまって、自分は他人よりも劣ってるかもしれないと、自分のそういう落ち度みたいな、自分の劣ってるところが誰かにバレるかもしれないみたいな、そういう常に何かバレてはいけない何かを持っててヒヤヒヤしてるので、それをカモフラージュするために、とにかく高圧的な態度を取ったりとか、とにかく人を見下すんですね。まあ言えば自信のなさとか不安の裏返しが人を見下すという行為に現れてるんですよ。人を見下すというのは、自信のなさとか劣等感とか、そういう心の闇がその人の態度とか言動となって現れた結晶だと思うんですね。あとはプライドが高い人もやたらと人を見下すんですよ。そのプライド何の役にも立たないですよっていうようなプライドを持ってる人に限って、上から目線で人を見下すんです。私そういう人何人も何人も見てきたんですね。このアートの世界っていうか、私がいる美術の世界っていうのは、何かこのアートのことを仕事にしてるだけで、世間よりも自分がちょっと上になったような、そういう勘違いをしてる人がいると思うんですよ。もう全然そんなことはないんですね。アートといえども皆さんと同じ人間なんですよ。なのに自分がアートの世界にいて、自分は他の人よりもちょっと優れてるから、このアートという仕事をしてると。私の知ってるギャラリストにもそういう人いるんですけれども、私的に言うと、ギャラリーを経営してようが、八百屋を経営してようが、何を経営してようが、雑貨屋であろうが、人に優劣はないっていうふうに思ってるんですけれども、やたらめったらアートの仕事をしてることが人間的に自分は上だってどこかで勘違いをしてて、取るに足らない変なプライドから、そういう人を見下すような人がいるんですね。そういう人って何かで鼻をへし折られないと、ずっと人を見下してるんですよ。何においても自分の間違いを認めないんです。常に上から目線なんです。そしてこれ、いろいろな動画で言ってるんですけれども、これは心理と特徴がちょっと逆転するかもしれないんですけれども、やたらね、上から目線とか人を見下す人って、実際より自分を大きく見せる癖があるんですね。なので、まだ上から目線じゃないけれども、あなたの近くに自分を実際よりも大きく見せると、分かりやすく言うと見栄を張るような人がいると、やがてその人は上から目線であなたを見下してくる可能性があると思うんですね。これはなぜそういう心理になるのかというと、先ほどに通じるんですけれども、やっぱり自信のなさとか劣等感とか自己肯定感が低くて、等身大の自分ではいられないんですね。等身
人大の自分を見せると、ありのままの自分を見せると、自分の器の小ささが誰かにバレてしまうから、それを上から目線にすることによって、自分を大きく見せることによって、それをカモフラージュしてるんですよ。イコール人を見下す人、上から目線の人は、この世の中で限りなく本当に器の小さい人だと思ってください。そして上から目線の人の特徴の一つに、自慢話が多いんですよ。そしてその自慢話、よくよく聞くと、自慢にも何にもなってないっていう人がいるんですよ。あなたの近くにもいないですか？それ一生懸命なんか自慢っぽく言ってるけれども、自慢にもなりませんよって。プーのペーのピーですよみたいな人いないでしょうか？今までいろいろな上から目線の人で出会ったんですけれども、みんながみんな本当に自慢話大好きです。しかもその自慢話、自慢にも何にもなってないんですよ。例えば、自分がこんなに幸せだよっていう話、それは自慢していいことじゃないですか。それを喜べないのは周りもね、ちょっと問題あると思うので、幸せ話とか本当にこういう功績があるとか素晴らしい話だったら全然してもらっても構わないんですけれども、取るに足らない、自慢にもならないようなもうのような話をする人なんです。今の感じなんです。これ分かった方は今まで動画見てらっしゃると思う。ココアートチャンネル。そして上から目線とか人を見下す人の特徴なんですけれども、これも私今までいろいろな人を見てきて全部当てはまるなと思うんですけれども、人の気持ちに無頓着なんです。デリカシーないんです。鈍感なんです。もうちょっと繊細になっていただけないでしょうかぐらいの感じなんですよ。もう本当に無頓着なんです。もうちょっと人の気持ち考えた方がいいと思うんです。中にはね、そこまで人の空気読むことないよっていう人もいますよ。人の空気なんて本来読まなくてもいいし、自分軸で生きていいんです。マイペースで生きてもいいんですけれども、あまりにもあまりってあるじゃない。人生何でも血圧と同じっていろいろな動画で言ってるじゃないですか。それと同じでバランスが取れないんでしょうかね。そういう人っていうのは、なんか人の気持ちがわからないのって、この日本には察するっていう文化あるじゃないですかみたいな感じの人もいるんですよ。本当に無頓着で、例えば私たちのようなこうセクシャリティに何かある人だとしますよね。そういう人をみんなの前で無頓着なのかわざとなのか何かわからないんですけれども、自分を大きく見せたい人とか上から目線な人っていうのは、本当に人の気持ちがわからないというか無頓着なんですよ。何でもズケズケと聞いてきたり言ってきたりするんですよ。他人の心に土足で上がるっていう表現が正しいでしょうか。それ言っていい場所じゃないよっていうことでも平気で言うんです。そういう人はあなたの周りにいないでしょうか。そして上から目線な人とか人を見下す人っていうのは、自分は人を見下すくせに見下されたりとか上に立たれるのが本当に嫌なんですよ。さっき言ったプライドにも近いんですけれども、人から何か上から見られるっていうのを本当に嫌いんですね。その心理には何があるかというと、もう意固地なんです。それは本当にもう頑固というか意固地なんですけれども、自分が絶対的に正しいと思ってるんですね。特に厄介なのが正義の分野です。例えば正義っていうのは人それぞれ違うじゃないですか。ツイッター界隈に多くないですか。自分の正義を振りかざして人を叩く人っているじゃないですか。誰かを否定することで自分を肯定しようとしてる人、そういう人も上から目線って言うんですよ。だから実際の人間関係はもちろんなんですけれども、この SNS 社会、文章からもこの上から目線で出てると思うんですよ。そういう人っていうのは、自分は絶対的に正しいと、私は絶対間違わない、私が世の中の正義くらいに自分のことを本当に過信してるというか、自分を信じきってるというか。でもそんな人間いないじゃないですか。私も含め、あなたもあなたもあなたも間違わない人間いないじゃないですか。人間ってどこかで謙虚にならないといけないじゃないですか。自分はこの意見を正しいと思ってるけど、どこか間違ってるかもしれないなみたいな。それがないと本当に独裁者になっていくじゃないですか。どこかの国のあの方のように、そういう人が国をね背負うとね、やっぱりとんでもないことになると思うんですけれども、でもそういう人ってどこにでもいるんですよ。自分だけは間違ってない、自分は正しいと、とにかく何においても自分は誰よりも勝っていると。例えば見下す相手がいたとしたら、あなたよりも自分は勝ってるんだよっていうことを誇示したいんですね。その現れというか、その集大成が人を見下すという行為に現れてると思うんですね。その心理の中には、上から物を言わないと誰にも相手にされないんじゃないだろうかとか、常に恐れと不安っていうのがあるんですね。さっきも言いましたけれども、やっぱり器がちっちゃいんですよ。どんと構えることができないんです。常に上から物を言ってないと、常に人を見下してないと、誰からも頼りにされないんじゃないか、誰かに見下されてしまうんじゃないだろうか、負けるんじゃないだろうかと、何でも勝ち負けで考えてしまう癖もそういう人の中にはあると思うんですね。人生勝ち負けばっかりじゃないよって言いたいんですよ。勝ち負けじゃないじゃないですか。人に寄り添うっていうことも大事じゃないですか。人の気持ちを案じてあげるとか察するっていうのも大事じゃないですか。そういうことがどこかで抜け落ちてしまって、人を見下してしまってるんですよね、そういう人っていうのは。ココアートチャンネル。この動画ちょっとでも良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ちょっといろいろね、思いつきばったりで喋ったら、思いつきばったりっていう言葉があるかどうかもわからないけれども、いろいろ知り滅裂になりながら喋ったんですけれども、最後までご覧いただいてありがとうございました。どうぞ心お元気でいらしてください。